りですね、私たちがイヤホンをつけて音をガンガンに聞いて聞こえない状態で伝言ゲームをします。1人がお題で6人目まで伝言できるとクリア。 OK、 じゃあ最初の出題者はこの人、じゃん、はい、きよちゃんでーす。はい、ではお題を発表したいと思います。お題はこちらです。シャーベットはクルーのみんなが大好きだ。 OK いきます。シャーベットはクルーのみんなが大好きだ。シャーベットはクズゴミだからあれだよね。え、クルーのみんなが大好きだ。クルの実を食べた。何や、わかんない。シャーベットはクルーのみんなが大好きだ。シャーベットはどんぐりの実を食べた。続いてみのりんさんからあおみんさんへの伝言です。シャーベットはどんぐりの実を食べた。はぁ、シャーベットはどんぐりの実を食べた。今年もめちゃめちゃ頑張ったから。シャーベットはお年玉もらった。シャーベットはセブンはお年玉もらった。お年玉もらった。シャーベットはセブンイレブンはお年玉もらった。お年玉もらった。シャーベットはお年玉もらった。お年玉もらった。はい、終了です。シャーベットはシャーベットで言い方がめっちゃ子供。お年玉もらった。そう、待って、なんか言って。え、シャーベットはシャーベットでお年玉もらった。お寿司を食べました。ノリノリですね。ノリノリだね。シャーベットでえみんなそうなる。まだ一回。お寿司を食べました。こんにちは、こんにちは。シャーベットでお寿司を食べました。お牛を下げました。シャーベットでお寿司を食べました。お牛を履けました。シャーベットでお寿司を開けました。シャーベットでお寿司をあげました。シャーベットでお寿司を開けました。じゃあリナさんからどうぞ。シャーベットでお寿司を食べました。正解はじゃん、シャーベットはクルーのみんなが大好きだ。どんぐりどっから出てきてシャーベットなんだこれは。お題はこちら。 TikTok でラッタッタを踊った最初の人に伝えていきましょう。 TikTok でラッタッタを踊った TikTok とハハハってちょっと待ってマジでわかんない。シャーベットはバカ？シャーベットはバカ？しかいない？え？シャーベットは？シャーベットはまた？いつでも笑顔？え？そっち向きながら言わんといてよ。こうやって言わんといてよ。全く見えてなかったよ。シャーベットは？いつでも笑顔。いつでも笑顔？シャーベットはいつでも笑顔。シャーベットはシャーベットはいつでもいつでも笑顔。笑顔。シャーベットはシャーベットはいつでもエロ。はい、終了。ひとちゃんさんの答えどうぞ。どうぞ。シャーベットはいつでもエロ。正解は正解は TikTok でラッタッタを踊った。全然違う。全員不正解でした。残念。ひとちゃんを先にしたらいいってことかな。これお題はこちらです。じゃん。どんな困難も7人なら乗り越えられる。どんな困難も7人が戦ったら乗り越えられる。伝えたかったな、この文章は。
じゃあ、二人目いきますか。飛んだ。頭おかしい。ドタッポ。何それ。戦ったら。戦ったら。乗り越えられる。乗り越えられる。商品を。ストッキングを。たたたたったら。いたたたただよ。乗り越えられる。怒られる。終わりね。もうめっちゃ簡単なの。終わり。スコッチよ。いや、これがわかんないんだよ。ねんねん、あらららら、でスコッチをあらららら、で吐きそうになる。あ、スコッチをあらららら、で吐きそうになる。スコッチをおにぎりをあらららら、で洗いたてで吐きそうになる。キスしてる。おにぎりを顔近うぃうぃクルート、揚げたてで花が花キスした。キスした。クルート。誰が花。アオミ、はい、何でしたか。はい、答えはズバリクルート、みんながキスした。答えはこちら、はい、どんな困難も7人なら乗り越えられる。途中からストッキングとかあたたたたたとかよくわかんない。この真ん中によくわかんない。で、最後何キスしたということで、3問目も失敗でした。うわー、できない。ということで、今回はイヤホンガンガンゲームをやっていきました。これからもいろんな、はい、企画に挑戦していきたいと思います、はい、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。以上、シャーベット